だからこそこうサッカー選手でのやりがいってこういうところだと思うんですよね。こういうところでファイトして戦うことによってファンサポーターを勇気づけること恩返しもできますので、はい、ヘディング田代が飛び込んできました。ここに縦スライドで武田が出てきます。おサウロミネーロこぼれ球瀬古が打ってきた。田代のゴールカバーです。あその前のファウルを取りましたですね。中でサポートを先頭です。今度は右のイーノ、イーノシュートに来た。おわずかに右です。中央で受けた樋口スルーパス。おーいボール。さあ酒井、酒井紀夫シュートだ。角度をつけて左足振りました。酒井枠の右です。やっぱりこの斜めのボール、これ樋口だと思いますけど、この斜めに対角線をこう常に見てるっていうところと、攻撃の優先順位の前の選手を特にこう意識しながら酒井をで、酒井もこうちゃんと自分のスペースでちょっとプル安永の奥でジャーメイン、ただこれはナイスインターセプト。大畑そのまま推進力を持って出ていきます。大畑、大畑シュート、クローダー戦です。いやこれでいいと思いますね、はい、樋口が入れます。これは瀬古のクリア、松尾、おっと樋口がちょっと後ろから足を刈り取るような格好になってイエローカードが出ます。おっと激しい球際、松尾が中央、サウロミネーロへ、右からジャーメイン、ちょっと足元入った、シュート、大畑ですかね、これ樋口が入れます。ヘディング山下の頭です。あ3対2ターゲット、山下競り勝った。さあ樋口2対1になります。樋口、岩崎切り返して、岩崎フィニッシュ、クローバー、こぼれ球山下、これもブロック、さらに岩崎拾う、樋口が引きつけて、この切り返しまでは良かったですけど、その後のシュートの精度がちょっとね上がらなかったですね。はい。